本日のスペシャルゲストはネットボールの香川礼選手です。よろしくお願いします。なんだこのスポーツだって思って全く知らなかったので、はい、こうね、実際こうアジアネットボールチャンピオンシップとか、まあ、これアジア大会っていうことですよね。アジアってどうなんですか、世界的に見て強さというか。アジアは世界一番弱いところなんですよ。でなんか世界一番強いっていうか世界一位の国はオーストラリアなんですけど、そのオーストラリアとかニュージーランドとか、はい、まあ、発祥のイングランドとかがすごい強いところなんです。言い方すごい悪いかもしれないですけど、はい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 、お話にならないっていうか、本当に強いんですよ。アジアの上位の国もすごい強いんですけど、そのアジアの上位の国は世界の大会に行くと最下位くらいとか。そんなに差があるんですね。そうなんですよ。でも日本とかは、うん、まあ、すごいマイナースポーツですし、はい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 、その毎日練習とかはできないんで、うん、アジアの大会に行くとすごいもう100点ゲームとかなってるんですよ。本当だったら五分五分になる試合が100対8とか、それぐらい差があっても、その上位の国が世界大会に行くと今度逆に100点ゲームとか、それよりもなんか本当に上には上がいるみたいな感じです。どういうところで差が生まれるんですかね。パスの精度っていうか、点を入れなきゃ点を入れなきゃって思って焦って前にパスを出そうとすると、うんうん、ディフェンスがいて取られちゃったりとか、 あとはボールを持ったら3秒以内に仲間にパスしなきゃいけないっていうルールがあるんですけど、ディフェンスがすごすぎて誰にもパスできないとかなった時に3秒経っちゃって相手のボールになってそのままシュート入れられちゃうとか、あとはやっぱり強いチームは絶対にシュート外さないんですよ。確実に 100% の確率で強いチームはシュート入れてくるので、そういうところでやっぱ差が生まれたりとか、あとはまあ根本的な面でいうとちょっと身長とかはありまして、強いチームってやっぱり大体170超えの方が多くて、まあ、日本は160後半とかで大きい方なんですけど、私が今までで一番あった大きな選手が2メートル7センチのスリランカの選手なんですけど、めっちゃ大きかったです。身長高い方がパス通すのも全然有利ですよね。あ、そうなんですよ、うん、ちっちゃい人たちの上をこうやって通ったりしたりとか、はい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 、あ、しかもね、こうドリブルできないからもうパスで通すしかないですよね。だいぶ距離持って守らなきゃいけないのにそれでもカットされちゃうんですね。そうなんですよね。やっぱ手がすごい長かったりとか、ね、あとはパスをボール持ってる人についてるディフェンスの人にカットされるっていうよりかは、ボールを出した先にいるディフェンスの方に取られちゃったりとか、なんか空中にボールが浮いてる時にパッと出て取られたりとかはあります。結構もう始められてもう何年も経ってると思うんですけれども、でそれをアジア大会とか出られてっていう中だと思うんですけれども、まあ、その中でこう競技人生の中で香川選手の中でこれ特に印象的だったなみたいな出来事って何かありましたか。出来事っていうよりかは、はい、ネットボールを始めた時には私自身も全然知らなかったんですけど、はい、出会う人本当に誰も知らないんですよ。でもうそれが印象的だったっていうか、なんか誰も知らないスポーツをみんなに教えていくのってすごい楽しいなって思って、例えば高校の同級生でネットボールしてた子は誰もいなくて、他にも新しく出会った人とか、そう大学で新しく友達になった人とかも本当にみんな知らないんで、こんなにやっぱ知られてないもんなんだなって思ったのがよくあるんで、やっぱネットボールは逆にすごいなってこんなに、うん、はい、日本の競技人口って今どんくらいなんですかね。全日本選手権とかに出るチームは大体男子が5チームで女子が8チーム、大体1チーム12人ぐらい。実際この動画を見てネットボール始めたいなって思った場合ってどうしたらいいですかね。
私に連絡していただいても大丈夫ですし、はいはい、あとは Facebook に日本ネットボール協会の Facebook があるんですけど、そちらの方に連絡していただけたりとか、まあ練習場所がそんなに多くないので、今は群馬の安中っていうところを拠点になってるんですけど、東京だったり神奈川だったり、はい、まだそれぐらいしか練習してる場所ないと思うので、なるほど、概要欄にも鏡選手と協会の URL も貼ってあると思うので、ぜひね、興味ある方アクセスしてほしいななんて思ってるんですけれども、で続いてね、鏡選手、こうネットボールという、まあ、日本ではまだちょっと珍しいスポーツ始められて、鏡選手にとってネットボールって今どんな存在ですか？そうですね、まあ、私をすごくいろんな意味で強くしてくれたスポーツですね。例えば性格も、まあ、もともと強気っていうか気は強い方なんですけど、ただ気強いだけじゃなくて、まあ、やっぱチームスポーツなんで、なんか周りのチームメイトとか、その試合の中での気の持ちようっていうか、そういう面でもなんか成長させてくれたなっていう感じのスポーツでもあるし、あとはやっぱ経験値がすごく高まったっていうか、高校生の時に、まあ、部活はやってなかったんで、はい、ネットボールの方で休日はいろんなところにネットボール授業しに行ってたんです。東京とかその監督と一緒に行ってたんで、なんかそういうところでやっぱリーダーシップ取って、はい、子供たちとか大人の方に教えたりとかしてて、自分のリーダーシップとかしたいぜってところですごい成長できたなって思います。高校の時からこう普及というかこう教えるっていう活動もされてたんですね。はい、そうですね。まあ、今はちょっとコロナの関係であんまり行けてないんですけど、コロナが流行る前は何回もいろんなところに神奈川だったりとか茨城の大学の方に行ったりとかしてましたね。でなんかネットボールは私を強くしてくれたってだけじゃなくて、私の中で言ったらネットボールの練習に行くことがすごく楽しみで、オアシスっていうか、ネットボール自体もすごい楽しいですし、もう何よりもチームメイトが本当にいい方たちで大好きなんですよ。素晴らしい、すごい素敵ですね。群馬だと大学とかいろんなチームもあるんですけど、はい、まあ、その安中のチームがその監督のチームなんですよ。なるほどなるほど。そこに大体いろんな群馬県内のチームの人が集まって一緒に練習するんですけど、そこでやっぱ練習してる時とかは若い子から大人の方まで、その80何歳の方とかも来たりするんで、なんかいろんな人が集まって練習したりするんで、なんかいろんな方の話聞けてすごく楽しいです。すごいですね、幅広く。それこそ老若男女問わず皆さんと楽しんでプレーできるっていう。でちなみにこうね、先ほどこう、まあ、教えに行ったりとかそういう活動もこうなかなか今コロナでっていうお話もあったんですけれども、そういう練習とかの部分でもコロナの影響とかってやっぱり今あったりしますか？結構うちの学校はオンラインになっちゃって、はい、部活も中止でできないんですけど、はい、唯一できてるのがそこの安中の練習のところだけ でそこはマスクしながらやったりとか、消毒したりとか、熱測ったりとか、なんか自分たちで気をつけられるところはやってるんですけど、まあ、予定されてた大会とか練習会とかはやっぱ中止になっちゃったりとかしてますね。ちょっとねこう先の見通せない部分も多々ある中なんですけれども、鏡選手の今後の目標をお伺いしたいなと思うんですけれども、まあ、日本のチームとしては、うん、まあ、アジアで上位を目指すことができたらいいなって思ってます。で私個人としてはチーム全体を引っ張って、うん、で勝利へと導けるような選手になりたいなって思ってて、もうそういう風になって、でたくさんの人に心から応援していただけるような、そんな選手になりたいです。ネットボールがもっとねこう普及していくこともね嬉しいですよね、結構ね。はい、今日はあのアスリート対談という形でこういう風に話聞かせていただいたんですけれども、ぜひね実際にネットボール体験してみるとか、そんな企画もやりたいなと思ってるので、引き続きお願いできればなと思ってる感じでございます。はい、こちらこそありがとうございます。いや、そしてね先ほどもお話しさせていただいたんですけども、加賀選手のインスタグラムだったり、あの SNS URL が概要欄にあると思いますので、あと協会の Facebook だったりとか
概要欄にありますので、ぜひ興味を持った方はですね、ネットボールチャレンジしてみてもらえたらなと思っております。小上選手の活躍を弊社としても応援しますし、今後ともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、本日のスペシャルゲストは、ネットボールの小上玲選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。